これからがいいですね。そうそうそう。だから、そういう状況みたいなのを感じられる車っていうのは、最近わからなかったんで、そういうのがこう出てきたっていうのも、非常に嬉しいところですね。はい、私はマニュアルの免許、はい、すいません、オートマの免許しか持ってないんですけど、マニュアルとオートマの車の乗り方が違うんですか？すいません、素人意見なんですけど。まあ、初めの場合はオートマの免許出てるんで、それはそれでいいんですけど、やっぱりまあ、一般にオートマとマニュアルでやると、マニュアルの方がよりこう自分の好きにできるというか、はい、多分あの男と一緒で、はい、自分の方よりも操ることができるっていう違いはこう、ね、ありますよね。ガスエッジとかね、はい、ジャックとかチューとか強とかっていうんじゃなくて、こう、はい、ボリュームを自分で調節できるのがマニュアルだとして、湯加減とか光ですね。湯加減とかね。ちょっと今、ご覧の方にお話を聞いてみましょう。どうでしたか？安全なスペースかと思って。どんなところが？筋肉でも、がっつりと痛めたくて。安全なスポーツだっていい言葉ですね。危険ならば、ピストンさんがいい。もう聞こえないですけれども。それが何か気になった部分というか、そのありましたか？一足目の服を大きなりカードを着るというのがすごく地面に低い感じでこう、ついていっていう感じですよね。何が好きですか？自分で着ないと。そうか。やっぱり乗ってみるとより魅力が伝わるようになったと思って、あの旅行の人。まあ、こういったら乗ってやるものって乱暴なんで、それをこう、ご自身でね、はい、欲しいところまで来るというのが、非常にこう、生活もこう楽しくなってくると思うんで。そうなんですよ。どんどん上げてください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。さあ、続々と使用されてるんですけども、見てください、あの、俺が俺がって感じで。ちょっと西田さん。ちょっと楽しんでませんか、自分だけ。本当なんか叫んでない結構上手しか乗ってないですよね。そうですね。作品的ですよね。作品的ですよね。それさっき楽屋にこう選んでましたね。もうあ、そうですか。だからもう全部女性ですもん、隣の方。いやでも男性が運転してくれたら、キュンキュンしますよ。あ、そうですか。そうですか。本当ですか。自分は運転しないですけど、ええ、いや、なんかこの車で迎えに来てもらえるようなものではないんですけど、そうじゃないですよ。でも、迎えに来てもらったら、もう、やりちゃうのに、思考ですね。あ、逆にあの、僕ぐらいに、こう、ちょっとおじさんになってくるとですね、姉さんにちょっと迎えに来ていただきたいなっていう。私が男子を迎えに行くのいいですね。次に、今日の男子っていうのは、実は男の人いつも運転してるから、逆に、その女子に乗ってっていうのは、はい、なかなかない相手ですから、そういう時に、まあ、アンジョルみたいなスポーツがあったら、面白いですよね。そうですね。だから私思うんですけど、私も今の近づくと仕事柄、運転席に係があって、助手席に乗る機会がないんで、はい、例えばこういう車を2人で買ったとしたら、はい、2人とも乗れるような気持ちでいいなと思いますよね。もうなんかあの安いドラマみたいなコンビニで動きますよ。ごめんねよ。もうちょっとマニュアルで熱中症で行かないと。そういう意味ではないですよね。一応運転手の音が入ってますよね。運転は指摘しちゃいけない。ちょっとでもあの路面が濡れてきましたけど、本格的に言われてまいりました。そこからのブレーキング性能を今、たくさん見てもらってるっていう感じですよね。そうですよね。上手くなってますね。まあでも、この車、スポーツカーは、その、はい、ある時も、やっぱり、しっかりとこう、走ることができるんで、安心感高いというのはありますよね。はい、ピシッと止まってますね。西田さんは、あの、サービスで、あるスイッチをスタジオで走ってるんですね。あるスイッチですか？名直しという意味じゃないですか？多分、ね、やってると思うんですけれども、はい、今、他の車は、割とキュッキュッキュッと止まってますけど、はい、その車がガガーッと止まっているのは、あれは全部あの自分の操作だけでこうやってるんですね。他の車は、機械がアシストしたりとかしてる部分があるんですけど、その他のことをして、
今、ABS が。そう、ABS が効いて、ね、あの、よく調べてもらってるのは、機械がこう、いろいろやってくれる。まあ、普段はこの状態なんで、安心したら、でも乗れる。そうですね。で、リサさんは、まあ、デモンストレーションのために、それをオンにしてるということでしょうね。これがすごいんだぞって、いや、車だよって。ね、とても、もう、乗るだけで、見えるのがマシですね。増しますよね。増します。なんか、降りてくる女性より、ピザさんが嬉しそうな感じがあるでしょうね。ちょっとじゃあ、後で、皆さんで、お話を聞いてみましょう。はい、可愛らしい方が戻ってまいりました。どうですか？すごい楽しかった。楽しかったですか？どんなところが？
まあ、それでも多分お店で周りのお店でももうそろそろナンバープレートもついて試乗することもできるし、そのことは自分で実際に判断するのも、まあ、これはなかなかね判断ないんですよね。だから今日はとってもいい機会だったんじゃないかな。あの、ウェイバーのチョコをくれた方は奥さんですか？いや、彼女。彼女は何とおっしゃってるんですか？あの、ちょっと恐ろしくて、はい。ああ、OK。